それでは公表問題1番の解説をしたいと思います。公表問題1番は胃、ろ、歯のこの3つのスイッチがそれぞれの負荷を操作するという回路になっています。この胃のスイッチを操作するとこの上にある引っ掛けシーリングが点灯します。そしてこのろのスイッチを操作するとこのろのランプレセプタクルが点灯する。そしてこの歯のスイッチを操作するとこちらでは施工省略となっておりますがこの歯の負荷を、点灯することができるという回路になっています。そしてこの胃のスイッチの横に H というローマ字が書かれておりますがこちらはホタルスイッチというものを使用しております。ホタルスイッチというのはホタルのように光で位置を表示することができるスイッチとなっています。そしてこの問題の特徴といたしましてはこの電源から A のジョイント部分に至るまでに EMEEF という名前のケーブルが使われています。こちらはポリエチレン素材のケーブルになりまして少々硬いのが特徴になっています。それでは施工条件を確認していきたいと思います。こちらが公表問題1番の施工条件になります。このように各問題には必ず施工条件が定められています。施工条件通りに施工しませんとどんなに作品がきれいに作られていても失格になってしまいますので必ず施工条件を守って制作するようにしてください。ここでは1番から4番の施工条件が定められておりますが2番と4番に関しては作業中に説明をしたいと思います。それでは1番の施工条件を確認していきましょう。施工条件の1番、配線及び器具の配置は図に従って行うこと。なおろのタンブラースイッチは取り付け枠の中央に取り付けることと書かれています。ろのタンブラースイッチが取り付け枠の中央に取り付けるということがポイントです。配線図ですと1番の施工条件はここの部分ということになりまして、このい、ろ、歯のスイッチの部分に連用取り付け枠を取り付けてくださいねということが書かれています。こちらに取り付け枠がつくということですので四角く囲んでおきたいと思います。3番の施工条件を確認していきましょう。 VVF 用ジョイントボックス部分を経由する電線はその部分で全て接続箇所を設け接続方法は次によることと書かれています。まず丸1番目ですが A 部分の接続箇所はリングスリーブによる終端接続とすると書かれています。こちらを配線図に戻って確認していきたいと思います。配線図によると A のジョイント部分というのはこちらになります。こちらはリングスリーブを使って終端接続をしてくださいねと書かれていますので間違えないようにここにリングと書いておきたいと思います。丸2番目ですが B 部分の接続箇所は差し込み型コネクターによる接続とすると書かれています。こちらも配線図に戻って確認してみましょう。配線図ですと B のジョイント部分というのはここのことになります。こちらは差し込み型コネクターによる接続にしてくださいねと施工条件に書かれていますので間違えないように配線図に差し込みと書いておきたいと思います。それでは実際に作成していく順番を決めていきたいと思います。この動画ではそれぞれこのような引っ掛けシーリングであるとかランプレセプタクルであるとか部品で作成していって最後にジョイントするという方法でやっていきたいと思います。簡単なところから作成していきたいと思いますのでまずはこの電源から A のジョイント部分の EMEEF を加工するところが簡単そうですのでこちらを1番に作っていきたいと思います。そして2番目といたしましてはジョイント B の部分から施工省略歯の部分が簡単そうですのでこちらを2番目に作成していきましょう。
そして3番目としてはこのジョイント A とジョイント B の間の電線を加工するというところが簡単そうですので、こちらを3番に作っていきたいと思います。次に4番目といたしましては、この引っ掛けシーリング E の部分からジョイント A に至るところが簡単そうですので、こちらを4番に作成していきます。そして5番目ですが、ランプレセプタクルからジョイント B の部分を作っていきましょう。そして最後6番といたしまして、このスイッチ部分を作成していきたいと思います。1番から6番まで全てのパーツが作れましたら、 A と B のジョイントの部分でそれぞれの施工条件に合わせてジョイントしていきたいと思います。そうしましたら1番の部分を作っていきたいと思います。1番はこの電源部分からジョイント A の部分の電線を加工していきたいと思います。こちらは EMEEF というケーブルを使っていきますが、仕上がり寸法が15センチとなっています。こちらの寸法の考え方なんですけれども、まずですね、仕上がり寸法として15センチが必要となりますので、まずは15センチを絶対的に必要です。そして A の部分でジョイントをする寸法も必要ですので、こちらを10センチとして考えていきます。ですのでここの電源からジョイント A に至る部分には25センチの電線が必要ということになります。それでは1番の部分を作っていきたいと思います。先ほど1番の部分は電線が25センチ必要だと分かりましたので、ここにですね EMEEF を25センチ準備したものになっています。EMEEF という電線は先ほどもお伝えしたんですけれども、ポリエチレン素材のケーブルになっておりまして、このようにですねちょっと表面がツルツルしているものになっています。こちらを A の部分でジョイントできるように加工していきたいと思います。それでは10センチですね、ジョイントに必要ですので、まずは10センチ外装を取っていきたいと思います。はい、今10センチ外装を取ったところになります。そしてこの EMEEF のケーブルを取り扱う時の注意点としては、非常にですねこの中のケーブルが抜けやすくなっておりますので、ちょっと端っこをですねこのように中身が抜けていかないように曲げておかれた方がよろしいかなと思います。そうしましたら先端は後でリングスリーブでジョイントいたしますので、2センチ新線にしていきたいと思います。はい、このようにできましたので、後でジョイントがしやすいようにこのように折り曲げておきたいと思います。そうしましたら次にこの2番の部分を作っていきたいと思います。2番はジョイント B の部分から施工省略刃の部分となっておりますが、こちらの仕上がり寸法も15センチとなっています。ですので寸法の考え方といたしましては、まず15センチは絶対に必要ですが、B の部分でジョイントをする部分の寸法も必要になりますので、こちらが10センチプラス必要ということになりまして、こちらも25センチの電線で加工していくことになります。それでは実際に2番の部分を作っていきたいと思います。先ほど確認したところ、2番は VVF1.6 の2芯が25センチ必要だと分かりましたので、今こちらに25センチ準備したところになります。こちらを B の部分でジョイントできるように加工していきたいと思います。それではまず外装を10センチ取っていきたいと思います。
今外装を10センチ取りましたので先端を2センチ新線にしていきたいと思います。このようにできましたので後で B の部分でジョイントがしやすいようにこちらも折り曲げておきましょう。それでは続きましてこの3番のジョイント A からジョイント B に至る部分を作っていきたいと思います。こちらは VVF1.6 の三芯が仕上がり寸法15センチとなっています。そして A と B の部分でそれぞれジョイントをしなくてはいけませんのでその部分を足していかなくてはいけません。ですので3番の寸法の考え方といたしましてはまず15センチが必要です。そしてこの A の部分でジョイントをしますのでプラス10センチが必要。そして B の部分でジョイントをするのでさらに10センチが必要です。ですのでこの3番の部分は合計35センチの電線を使うということになります。それでは実際に3番の部分を作っていきたいと思います。3番は先ほど VVF1.6 の三芯が35センチ必要だと分かりましたので今こちらに VVF1.6 の三芯を35センチ準備したところになります。こちらを加工して A と B の部分でそれぞれジョイントができるようにしていきたいと思います。それではまず、外装を10センチ取っていきたいと思います。はい、今外装10センチ取りましたので先端を2センチ新線にしていきましょう。はい、このようにできましたので反対側も同じように10センチ外装を取っていきます。はい、今10センチ外装が取れましたので先端を2センチ新線にしていきましょう。はい、このようにできましたので後で A と B の部分でジョイントがしやすいように折り曲げておきましょう。それでは続きまして4の部分を作っていきたいと思います。4番はこのジョイント A の部分から引っ掛けシーリングに至る部分になりますがこちらは VVF1.6 の二芯が仕上がり寸法15センチとなっています。ですので寸法の考え方といたしましてはまず15センチは必要ですね。15センチが必要でしてそしてここに引っ掛けシーリングという器具が1つついていますので器具1個をプラス5センチとこの動画では考えてやっていきますのでプラス5センチの寸法が必要ということになります。そしてさらに A の部分でジョイントをする部分の寸法も必要ですのでプラス10センチが必要ということで合計こちらは30センチの電線が必要ということになります。それでは実際に4番の部分を作っていきたいと思います。4番は VVF1.6 の二芯が30センチ必要だと分かりましたので今こちらに30センチ準備したものになっています。こちらを加工してこの引っ掛けシーリングに取り付けていきたいと思います。それではまず引っ掛けシーリングを確認していきましょう。この引っ掛けシーリングなんですが、はい、よく見ていただきますとこちらにですね設置側という記載があります。で必ずですねこの設置側と書かれている方に白線が来るように施工するようにしてください。はい、あと引っ掛けシーリングなんですけれどもまず外装を取るときにですねこちらの引っ掛けシーリングの幅に合わせて長さを調整していきますのでまずは VVF1.6 の二芯を、この引っ掛けシーリングの幅に合わせて外装を取っていきたいと思います。
このように、取れましたので、こちらを半分ぐらい新鮮にしていきましょう。はい、このようにできましたが、このままですと、ちょっと長めになってしまいますので、必ずこの引っ掛けシーリングについているゲージに合わせて新線の長さを調整してから引っ掛けシーリングに挿入していきたいと思います。はい、このように、側面にゲージがついておりますので、ゲージに合わせてみましょう。今少し長めになっていますので、少しカットしていきます。はい、今カットしたところですが、同じぐらいの長さになりましたので、これを引っ掛けシーリングに挿入していきたいと思います。はい、先ほども確認いたしましたが、引っ掛けシーリングは曲線がありますので、曲線を間違えないように電線を入れていきます。少しですね、このように広げていただきまして、そして接地側の方に白線が来るように入れていきます。はい、必ずこのように奥までですね、差し込んであげてください。そして外から見た時に新線が見えないようにしっかり押し込んでください。はい、このようにできましたら、親指を引っ掛けてこのように形を整えてあげます。そうしましたら、この引っ掛けシーリングの部分の反対側はA でジョイントいたしますので、ジョイントできるように10センチ外装を取っていきます。はい、今10センチ外装を取りましたので、先端を2センチ新線にしていきます。このようにできましたので、後ほど A の部分でジョイントができるようにこちらも折り曲げておきましょう。それでは続きまして、5番のランプレセプタクルの部分を作っていきたいと思います。5番は VVF1.6 の2芯が仕上がり寸法15センチとなっておりますので、寸法の考え方としてはまず15センチが必要となります。そしてこのランプレセプタクルが器具1個とみなしますので、器具1個分の寸法が必要ということで、プラス5センチが必要になります。そしてさらにこの B の部分で後ほどジョイントいたしますので、ジョイント部分の寸法が必要ということになりますので、プラス10センチが必要ですので、こちらの寸法も同じく30センチの電線が必要ということになります。先ほど VVF1.6 の2芯が30センチ必要だということが分かりましたので、こちらに今30センチ準備したものになります。こちらを加工してこのランプレセプタクルに取り付けていきたいと思います。それではまずランプレセプタクルを確認していきたいと思います。先ほど施工条件の2番に記載があったんですけれども、ランプレセプタクルには必ず曲線がありまして、その曲線を間違えないように施工する必要というのがあります。はい、施工条件の2の3番を見ていただくと、ランプレセプタクルの受け金ネジ部の端子には白色の電線を結線してくださいということが書かれています。受け金ネジ部の端子というのはこちらの端子のことですね。今赤ペンで示しているところが受け金ネジ部の端子ということになります。ですので白線は必ずこちらに来るように施工する必要があります。その他ランプレセプタクルの施工上の注意といたしましては、施工条件4番に記載があったんですけれども、台座のケーブル引き込み口を書かずにケーブルを下部裏側から挿入して使用することと書かれています。実際の工事ですと、ここに一部書いてですね、電線を通すんですけれども、試験の時は書いてはいけないということが書かれてありますので、書かないようにしてください。
それでは実際に作っていきたいと思います。はい、ではまずランプレセプタクルに、取り付く側の電線なんですが、4センチ外装を取っていきたいと思います。はい、今4センチ外装を取りましたので2センチ残して、あとは新線にしていきます。はい、このようにできましたので、こちらを今から輪作りという作業をして、それからランプレセプタクルに留めていくということになります。はい、そうしましたら少し開いていただいて、電線のですね、この芯線の2ミリぐらいのところを持って90度に折り曲げていきます。はい、今このように曲げた状態ですね。そうしましたら、この芯線の先を、ストリッパーでつかみまして、手前にくるっと巻いていきます。そうすることでこのような輪っかができるんですけれども、これを輪作りと言います。同じように反対側もやっていきたいと思います。まずは90度曲げまして、先端をつかんで手前に巻いていきましょう。はい、このようにできましたので、こちらをランプレセプタクルに取り付けていきたいと思います。それではまず、白線から取り付けていきたいと思います。このですね、ランプレセプタクルの、穴から通しまして、少し形を整えてランプレセプタクルに取り付けていきましょう。はい、今白線が取り付きましたので、次に黒線を取り付けていきたいと思います。ランプレセプタクルの作業の場合は必ずネジを1つずつ外して作業するようにしてください。両方いっぺんにネジを外してしまいますと、片方のネジがどこかに飛んでいったりしますので、注意して施工するようにしてください。それでは黒線を取り付けていきます。はい、このようにできましたので、このですね、もう一つだけ、ランプレセプタクルには注意点がありまして、この灰色の、シースが少しですね、この台座から出ていないといけませんので、少しこのように押し上げておきます。このような感じですね。はい、そうしましたら反対側は10センチ外装を取ってジョイントできるようにしておきたいと思います。今10センチ外装を取りましたので、先端は2センチ新線にしておきましょう。はい、このようにできましたので、後でジョイントがしやすいようにこちらも折り曲げておきます。
それではまず6番の部分を作っていきたいと思います。6番の部分はスイッチ3つ、イ・ロ・ハというスイッチが連用取り付け枠に取り付くという場所になります。それではまずスイッチを連用取り付け枠に取り付けるという作業からやっていきたいと思います。この一番上にあるちょっとこっちの色がですね、普通の黒ではないものが、こちらがホタルスイッチというものになっています。そしてロとハは普通のスイッチということになります。こちらをこの連用取り付け枠に取り付けていきます。連用取り付け枠なんですが、必ず向きがありまして、向きを確認して正しい向きにつけるようにしてください。こちらに上と書かれておりますが、これが正しい方向ということになります。はい、それでは連用取り付け枠にスイッチを取り付けていきましょう。まず取り付け方なんですけれども、連用取り付け枠にはこのように左側に出っ張りがあります。この出っ張りとこのスイッチにあります、このここにくぼみがあると思うんですけれども、こちらを引っ掛けることで、まずは左側を留めていきたいと思います。それではやってみましょう。まずこの連用取り付け枠の後ろからですね、スイッチを入れていただきまして、左の出っ張りを合わせていきます。このように今合っておりますが、はい、そうしましたら、この右側にこの出っ張りがありますけれども、こちらにマイナスドライバーを差し込んでかしめることで止めていきます。このようにですね、出っ張りのところにマイナスドライバーを差し込みまして、少しかしめて止めていきます。これでまずホタルスイッチを取り付けることができましたので、同じ要領でロとハのスイッチも取り付けていきたいと思います。まずはこのように下から入れていただいて、左側の出っ張りをくぼみに合わせていきましょう。そしてこの右側の出っ張りのところにマイナスドライバーを入れてかしめていきます。はい、今ロのスイッチまで取り付きましたので、続いて刃のスイッチも同じようにやっていきたいと思います。左側を合わせて右側の出っ張りをかしめて止めていきましょう。はい、このようにしてスイッチ部分を連用取り付け枠に取り付けることができました。続きまして、6番の電線の寸法を考えてみましょう。まず6番なんですけれども、先ほど連用取り付け枠にこのように取り付きましたので、この現物を見ながら考えていきたいと思います。まず、電源から来ている電線というのは、この E のホタルスイッチに入るということになります。ですので、まずはこの E に入る電線について考えていきたいと思います。こちらに入る電線ですね、ちょっと裏をひっくり返していきます。はい、では E の電線の寸法ですが、こちらはまず仕上がり寸法が15センチと書かれておりますので、15センチは絶対的に必要になります。そしてさらにスイッチ1個で器具1個分と考えますので、 E のスイッチ1個で器具1個分ですから、5センチが必要となります。そしてさらにこの A の部分でジョイントを最後にいたしますので、プラス10センチが必要ということは、つまり E の部分は30センチの電線が必要ということになります。続きまして、ロとハの部分を考えていきたいと思います。まず電源から来た黒線というのは、この E のスイッチに入りましたが、それだけではロとハのスイッチを動かすことができません。ですので、この E のスイッチから電気をロとハのスイッチにそれぞれ送る必要があります。ですので、まずこの E のスイッチに入った電気をロとハに送るために、ここに短い渡り線というものを作って、この E のスイッチとロのスイッチ、そしてロのスイッチからハのスイッチへとつなげてあげる必要があります。そしてこのスイッチの反対側なんですが、こちらは電気を送る線になります。
イのスイッチに関しましては、先ほど30センチの電線で電気をもらう線と送り線を賄うことができるんですが、このロとハのスイッチに関しては送り線がありませんので、そちらを作ってあげる必要があります。このロのハのロとハの部分に関しては、電線の寸法の考え方といたしましては、まずは仕上がり寸法が15センチとなりますので、こちらは15センチが必要になります。そしてロのスイッチ、ハのスイッチで器具が2つ分、2個分ということになるので、器具1個で5センチでしたので、今回は10センチ余分に寸法が必要となります。そしてさらにまた A の部分でジョイントする必要がありますので、プラス10センチが必要ということは、つまりロとハの送り線で35センチの電線を使って加工していくということになります。そうしましたら、実際にこのスイッチに取り付ける電線を加工して作ってみたいと思います。6の部分の渡り線について考えていきたいと思います。先ほどこちらのイの部分のスイッチに電源から来ている黒線が入るという話をしましたが、それをさらにロのスイッチ、ハのスイッチにも送ってあげるためには、渡り線という線でつないであげる必要があります。スイッチからスイッチまで、お隣同士だと6センチ必要ということになりまして、今回はイからロ、そしてロからハの2本渡り線が必要となりますので、今こちらに12センチ VVF の 1.6 の二芯を切り出したものを準備してあります。こちらを加工して、まずは渡り線をつけていく作業をやっていきたいと思います。そうしましたら、まずは適当なところで外装を取っていきたいと思います。はい、今外装を全部取ってしまったところになりますが、このうち白線は使いませんので、白線は除いておいて、こちらの黒線を使って渡り線を作っていきましょう。今こちらに12センチありますので、こちらを半分にしていきます。はい、今半分にすることができましたので、こちらの両端をそれぞれ1センチ新線にして、この間に入れていきたいと思います。はい、今こちらは両端を1センチ向いたところになります。そしてこのドライバーのですね、この鉛筆ぐらいの太さのところに巻きつけて、きれいに渡り線を作ってみましょう。このようにですね、この渡り線の真ん中をドライバーの鉛筆ぐらいの太さのところに当てていただいて、親指でしっかり押さえてあげます。そしてこのように巻きつけると、きれいなですね渡り線ができますので、こちらをこのイのスイッチからロのスイッチに渡るところに刺していきましょう。はい、今このようにして一つ渡り線を取り付けることができたので、もう一つも同じように作っていきたいと思います。はい、このように両端1センチ新線にしましたので、ドライバーに合わせて曲げていきましょう。はい、このようにできたので、今度はロのスイッチからハのスイッチに至る部分に刺していきましょう。はい、このような感じで渡り線を取り付けることができました。はい、そうしましたら、先ほどイのスイッチに、入る電線は30センチ必要だということが分かりましたので、今こちらに VVF1.6 の二芯が30センチ準備されたものがあります。こちらを加工して、このスイッチの部分に取り付けていきたいと思います。
そうしましたら、まずは外装6センチ取っていきます。はい、今6センチ取りましたので、先端を1センチ新線にしていきましょう。はい、このようにできましたので、これをこの「い」のスイッチの部分に入れていきたいと思います。ここで一つ確認ですが、スイッチというのは実は極性がありませんので、黒と白どちらの色をどちらに入れても決まりはないんですけれども、分かりやすくするためにこの解説動画におきましては、すべてですね、こちらの黒ポチがある方に黒線ということで統一して作っていきたいと思います。ですので、こちらの、ひっくり返して左側の部分に黒線が入るということになります。そして反対側は白線ですね。はい、このように、取り付けることができました。必ず電線を取り付けた際は、外から見た際に芯線が見えないように注意して施工するようにしてください。はい、それでは「い」の部分を作成することができましたので、続きまして「ろ」と「は」の部分の電線を加工して取り付けていきましょう。先ほど電線が35センチ必要だということが分かりましたので、今こちらに VVF1.6 の二芯を35センチ準備したものになります。こちらを加工してこのスイッチに取り付けていきます。そうしましたら、この電線というのはこちらのロのスイッチとハのスイッチの送り線ということになりますので、まずは外装を10センチ取っていきたいと思います。このスイッチ部分の外装の長さの根拠なんですけれども、まずこの一番最初の一番上にあるスイッチですね、スイッチが一番上に来るときは外装6センチ取っています。そして2番目は8センチ、そして一番下は10センチということになっておりますので、ここではまず一番下に来るものに合わせて10センチ外装を取ったところになります。ではこちらをですね、この色は特にこちらは送り線として使うものなので指定はないんですけれども、白線がこの刃のスイッチに行くようにやっていきたいと思います。まずはこの白線の先端を1センチ新線にしていきます。はい、今このようにできましたので、先に刃のスイッチに入れていきたいと思います。はい、今刃のスイッチの送り線としてこの白線を入れてみたところになります。そしてこのままですね、この黒の線を、ロのスイッチの送り線としてここに入れてしまうと、ちょっと長すぎてバランスが悪くなってしまいますので、こちらを今2センチカットしていきたいと思います。はい、少しスイッチの位置に合わせて短くしてみたところになります。こちらを1センチ先端を新線にして、このロのスイッチの送り線ということで使っていきたいと思います。はい、このようにできましたので、ここで一旦ですね、寸法を確認してみましょう。はい、寸法の確認の仕方なんですけれども、器具の真ん中から、カウントしますので、まずこの器具の一番、真ん中のスイッチですね、ロのスイッチのところから、仕上がり寸法が15センチになればいいということになりますので、こちらが仕上がり寸法ということになりますね。この15センチのところですね。ですので、今若干ちょっと長めですので、長さを揃えて切っていきたいと思います。
ここが仕上がり寸法になりますので A のジョイント部分としてプラス10センチが必要ですので、一旦この25センチのところで切り揃えていきます。そしてジョイントがしやすいようにそれぞれ10センチ被覆を取りまして、2センチ先端を新線にしていきたいと思います。はい、今10センチ外装を取りましたので先端を2センチ新線にしていきましょう。はい、今イのスイッチの部分ができましたのでロとハのスイッチの送り線も同じように加工していきましょう。このようにできましたので、後ほどジョイントするために曲げておきましょう。はい、それでは1番から6番まで全てのパーツが作成することができましたので、ジョイントしていきたいと思います。まずは B の部分からやっていきましょう。はい、B の部分は差し込みコネクタによる接続となっております。差し込みコネクタをまずは確認していきたいと思います。こちらが差し込みコネクタになります。こちらをひっくり返していただきますと、ここにですね、透明のゲージがあるのが分かりますでしょうか。この水色のところからこのゲージまでに合わせてあげると12ミリ測ることができるようになっています。こちらの、ゲージに合わせて電線を、切っていただいても結構ですし、こちらのですねペンチを使って、このペンチの幅にですね合わせて電線を切ってあげてもきれいに作ることができますので、この動画ではペンチの幅に合わせて切り揃えるというやり方でやっていきたいと思います。はい、ではまずペンチを使った切り揃え方なんですけれども、このようにですね、この穴が開いてある方を内側にしてペンチを持っていただきまして、この電線の被覆にしっかりと合わせます。そしてここで切ってあげると、このペンチの幅にですね電線が切れているということになります。念のためですね、この差し込みコネクターのゲージにも合わせて確認しておきますが、このようにですねぴったりの長さになっているので、こちらでよろしいかなと思います。同じ要領でジョイント B でジョイントする電線を切っていきたいと思います。このように切り揃えることができましたので、いよいよ電線をジョイントしていきたいと思います。まずやり方としては、設置側の白線を先につないでいこうかと思いますので、一旦今白線だけを集めて、他の黒とか赤の電線は倒しておきたいと思います。一旦白線だけを集めていきましょう。はい、今白線が3本集まりましたが、この3本は全部接地線側の白線ということになりますので、こちらを一緒につないでいきたいと思います。
それではこの3本用のコネクタを使って接続していきたいと思います。設置側の白線3本を接続することができましたので、残った電線を接続していきたいと思います。こちらの A ジョイント A からジョイント B に至る電線なんですけれども、この赤と黒の線はどちらも電気の送り線ということになりますので、どちらがどちらの色とつないでいただいても構わないんですけれども、今はこのランプレセプタクルに至る黒線とこちらの黒線を一緒にしていきたいと思います。こちらを2本用の差し込みコネクターに挿入していきます。はい、そうしましたら残った赤線と黒線をつないでいきましょう。ジョイント B の部分をジョイントすることができました。このように差し込みコネクターを使った作業の後は必ずですね、差し込みコネクターのこの際のところまで芯線が届いているかを確認するようにしてください。はい、そうしましたら B の部分でジョイントができましたので、続きまして A の部分のジョイントをやってみたいと思います。A の部分はリングスリーブによる圧着での終端接続ということになっていますので、リングスリーブを使って圧着していきます。はい、それではリングスリーブを確認していきたいと思います。はい、こちらがリングスリーブになります。こちら今手に持っているのは小のサイズですね。あとはこの課題では使わないんですが中のサイズというものもあります。そしてよく見ていただくと少しこの膨らんでいる方があると思うんですけれども、こちらを必ず下にして接続するようにしてください。それではまず白線を一旦集めてみたいと思います。関係のない黒線とか赤線は今倒しておきます。今一旦ですね、白線だけを集めてみたところになります。まず最初に白の接地線をつないでいきたいと思うんですけれども、この今手に持っている電線が5本ありますが、このうちスイッチからの白線というものは接地側の白線ではありませんので、今一緒にすることはできません。ですので一旦こちらのスイッチ部分の白線は外しておきます。そして今この手に持っている3本の白線ですね、こちらは接地側の白線になりますので、こちらをジョイントしていきたいと思います。この3本をリングスリーブ小を使って圧着していきます。こちらの少し広がっている方を下にして芯線に通していきます。3本あるとちょっとやりにくいんですが、少しリングスリーブを回しながら入れると綺麗に入ると思います。はい、そうしましたらですね、このように芯線が2ミリほど見えるようにしてください。このキアまで全部やらないで、芯線を必ず少し2ミリぐらい出すようにしてください。この状態で圧着していきます。こちらの圧着ベンチを使って圧着をしていくんですけれども、今ですね、こちらの電源側の電線、こちらは 2.0、 そしてこちらは 1.6 の電線になりますね。そしてさらにこの A と B のジョイント間の電線は 1.6、 今計3本が一緒になっておりますので、圧着のマークはこちらの小のところで圧着をしていくということになります。は
それではショーのところでこのようにリングスリーブを挟みまして、リングスリーブの真ん中に圧着マークが来るように圧着していきます。はい、今このようにショーの刻印がついているのがお分かりいただけるかと思うんですけれども、このようにして他の電線も圧着していきましょう。それではまず白線、接地側の白線をつなぐことができましたので、次に黒線をつないでいきたいと思います。はい、そうしましたら次に黒線をつないでいくんですけれども、負荷に行く以外の黒線をつないでいきますので、そうしますとこの E のスイッチに入っている黒線ですね、そしてこの電源側の黒線が一緒になるということになります。こちらをリングスリーブを使って接続していきましょう。はい、こちらも、少し広がっている方を下にして入れていきます。はい、そしてこちらの圧着マークも、はい、こちらの電線ですね、こちらが 2.0 で、そしてこの E のスイッチに至る電線も 1.6 になっていますので、圧着のマークはやはりこのショーのところでやっていくということになります。ショーで圧着していきましょう。そうしましたら、それぞれの送り線をつないでいきたいと思います。まず E のスイッチなんですけれども、 E のスイッチの送り線はこの白線ということになりまして、 E の負荷はこちらの引っ掛けシーリングになりますので、こちらの2本が一緒になります。はい、こちらもリングスリーブのショーを使ってやっていきたいと思います。はい、そうしましたらこちらの引っ掛けシーリングの電線は 1.6 の電線ですね、そしてこの E のスイッチの送り線も 1.6 ということになりますので、今度は圧着マークはショーではなくて、こちらのですね、はい、ここの 1.6×2 というところで圧着をして、丸いマークがつくようにやっていきたいと思います。この 1.6 が2のところで挟んで圧着していきましょう。はい、今度はこの丸のマークがつきました。はい、この要領で、他のところもやっていきたいと思います。はい、そうしましたら、先ほどですね、炉の負荷に、つないだ電線をちょっとたどっていきたいと思うんですが、炉の負荷は AB 間のジョイント部分は黒線とつながりましたので、こちらの黒線が炉のスイッチの送り線とつながるということになります。炉のスイッチの送り線は黒線にいたしましたので、こちらの黒線とこちらの黒線を一緒にしてあげましょう。こちらもこの AB のジョイント間は 1.6 の電線でして、でこちらのスイッチ部分も 1.6 の電線を使いましたので、リングスリーブのショーを使って圧着マークが丸になるようにやっていきたいと思います。はい、そうしましたら残りの電線をつないでいくんですけれども、一応念のため確認しておきますが、こちらは施工省略刃の部分になりますが、こちらが、この赤線とつながっていますので、この赤線と、このスイッチの刃のスイッチの送り線を一緒にしてあげます。
い、こちらもこの AB ジョイント間が 1.6、 そしてこちらのスイッチの電線も 1.6 になりますので、 1.6×2 のところでここですね、ここの丸印がつくようにやっていきたいと思います。ですね、全ての電線を接続することができましたので、このリングスリーブの部分は後で電線を揃えて切り揃える必要があります。このリングスリーブからはみ出た電線をきれいに整えてあげるという作業をやっていきたいと思います。このようにですね、2ミリほど頭を出しまして切り揃えていきましょう。このように切り揃えることができましたので、あとは形を整えて完成となります。こちらが好評問題1番の完成図となります。